個人的に結構買いすぎたなーって思ってます。眠い。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回は新作のレゴクリエイターが発売されましたので買いました。はい、先週の金曜日についにレゴクリエイターの新作が発売されました。ちなみに全部は買ってなくて、個人的にこれはいいなと思ったものを購入しました。ちなみに今回は全部トイザラスのオンラインストアで購入しました。本当は店舗で見て買いたかったんですけど、まぁ、ちょっとご時世的な都合もあるので今回はオンラインで購入しました。ちなみに購入したレゴだけで総額約1万8000円もしました。個人的に結構買いすぎたなーって思ってます。はい、今回の動画では僕がトイザラスのオンラインストアで購入したレゴを紹介します。はい、では開けます。で、トイザラスのオンラインストアで購入した時、いつもこの段ボールありますよね。配達ドライバーの皆様や、この中の商品はお届けするお子様お一人お一人の笑顔を思い、真心を込めて包装させていただいております。どうか丁寧にお取り扱いいただき、配達をお願いします。やっぱトイザラスいいですよね。まあ僕21歳なんですけど。うわ、いっぱい入ってる。ではまず一つずつ紹介します。まずはこちら。はいはい、こちらレゴクリエイターのワイルドライオンです。今年のレゴクリエイターの生き物枠です。もうこの時点でもうかっこいい。いや、毎度言ってるんですけど、レゴクリエイターの生き物系の完成度めちゃくちゃ高いので今回も購入しました。今回はこちらのワイルドライオン以外にダチョウとイボイイノシシに組み替えることができます。この箱の裏の時点でかなり完成度高そうです。で、これをよっと2個買いました。そして次はこちら。よっと、はい、こちらです。レゴクリエイターのサイバードローンです。もうこれはもう完璧にもうかっこいい。はい。で、さらに言うとこれぐらいの箱でミニフィグがついてきます。これは結構お得だと思って購入しました。ちなみにこのサイバードローン以外にサイバーメカスーツとサイバースクーターに組み替えれます。あ、ちなみにこのサイバードローンは1200円で買いました。さっきのワイルドライオンは2000円ちょっとで買いました。で、このサイバードローンも2個買いました。いや、だって1200円でミニフィグついてくる時点で結構お得なんで、はい。で、それ以外は、ああ、そうそう、これだ、これだ。はい、こちら、レゴドッツの新作ドッツの、スターライトブレスレット、マーメイドブレスレット、モンスターブレスレットを買いました。ちなみにこのブレスレットは2本で1セットになってます。値段はいつもよりちょっと高かったです。確か900円か800円前後で買いました。で、それに合わせて、はい、新作のオイドッツを4つ買いました。こちらも値段ちょっと高かったな。550円ぐらいで買いました。で、それと今トイザラスでクリアランスセールやってて、その勢いで前のオイドッツを2つ買いました。あー、そうそう、これこれこれ。これも購入しました。はい、レゴのミニフィギュアツシリーズ21です。これは結構話題になっていたので、今回は5つ買いました。パッケージ見た感じ、この中で欲しいのは、これですね。このサイバー警察官なのかな、これが欲しいな。で、そして最後はこちらも買いました。はい、こちらレゴスーパーマリオキャラクターパック2を6個買いました。これで通算12個目なので、これでコンプリートしたいです。はい、今回購入したレゴを全部並べるとこんな感じです。今回は大型系のものを買ったわけじゃなくて、こういう小さいものをたくさん買いました。この中で一番早く開けたいのはやっぱレゴクリエイターのワイルドライオンです。この動画は撮り終えたらすぐ撮影したいと思います。はい、改めまして新作のレゴを並べました。個人的にはこのワイルドライオンを早く組みたいです。で、あとはレゴクリエイターのサイバードローンやレゴマリオのキャラクターパックを開けたいのと、レゴドッツの新作も開けたいのと、ミニフィが開けたいので、今回はもうなんか開けたくてたまらないですね。はい。はい、画面に紹介したレゴは近日中に動画をアップロードしますので、楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。Hehehehe